はますます開いていきます。次はピッチャーの打順ですが、先発の前川バッターボックスに入ります。今日は当たってるようなのでここも期待しましょう。そうですね、はい、コーナーをつきます。あっという間に2ストライクです。ファウルです。ノーボール2ストライクです。打ちました。抜けていきます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って新庄、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入りました。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。高めに浮いたストレート、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース見事な一発が飛び出しました。打順は2番真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてます。ジャストミート。レフト下がっていく、下がっていく。レフト見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックス松永、今日は盗塁が1つあります。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ボールになります。打ち上げた。2球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターは4番オマリー。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。いい角度で落ちました。打ちました。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターボックスには5番八木、今日はホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッター初球打ち、これは行ってでしょうね。打った瞬間確信したか。ぐんぐん突き刺さった。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターは6番糸原。タイガースホームランで得点を挙げています。一塁線、堂林取って一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に勝利へという思い強いと思います。打ちました。浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。次が3球目。打ちました。痛烈な打球、わずかに右に切れました。ファールボール、ボールになります。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライトバックバックバック、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の中村。
チャーに打順が回って先発の前川バッターボックスです。まだ失点してないですし完封を狙うのかもしれませんね。そうですね。曲げて空振りを取りました。ノーボールツーストライクです。打ち上げました。3球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスには2番真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。2アウトになっています。今日はバッティング絶好調。3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。いやー赤星さん、もう絶好調ですよね。いやー今日はバットがよく振れてますよね。ボールもよく見えてるんだと思いますね。はい、さあここも一発狙っているでしょうか。外へのボールは入りません。平行カウント。内へ低めに変化しました。3ボール2ストライクです。打ち上げた。6球目打っていきましたが取りました。アウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。菊池が5番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは菊池、今シーズン20試合目の登板です。初球ボール。次が2球目。一塁線、堂林取って一塁アウト。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで内野陣外野陣そしてバッターボックスのバッターも下げて今両軍ベンチに下がっていきます。今状況を審判団が判断しています。雨が強くなってきたということで一回試合を止めます。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。打席には5番バッターオマリー。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。しっかり捉えた。センター下がっていく下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。この甲子園球場に見事なアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。5番バッター八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。打席には6番バッター糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。引っ張った。ファースト弾く。ボールを拾ってアウト。2アウト。これは進塁打になりました。バッターボックスには7番梅野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース2アウトにはなりました。バッターボックスには代打の日戸。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球打ち。これはどうか。ゴルフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。タイガースちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。引っ張った。これはどうか。ライン際フェア。フェアです。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。
見事なタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターは今日の先発ピッチャー前川。タイガースこの回7人目のバッターになります。走ってきた。キャッチャー送球してナイス成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。ああやはりそうですか。打ちました。菊池一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。雨が降り始めています。甲子園球場です。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの8回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、今日は雨が降る中のゲームということになるわけですが、この雨というのはピッチャーにとってはどうなんでしょうかね。関係ないですよね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープ新庄打席に入ります。昨日はホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打った、レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。2番
さあバッターは真由美。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。さあ初球は何か。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ナイスセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いやーさすがという走塁でしたね。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり走力というのは。高めのボール、左中間に大きな打球、さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、タイガース試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回からの先制点、タイムリーで上げています。バッターは3番松永。タイガースこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもリードを広げるチャンスです。いい流れになってますから勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。変化球を見極めます。低め決まってストライク、ワンボールツーストライク。ここは釣り球は振らないように注意したいですね。なるほど、そうです。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回から徐々にリードを広げています。ここで突き放しておきたいですよね。ええ、まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。ええ、このチャンスに期待がかかるオマリー、打席に入っています。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース4対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。バッターは八木。昨日のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、大きな打球になった、これはどうか、真ん真ん中左中間破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打、ノーアウトランナー二塁です。バッターの木戸、今シーズン得点圏での打率は5割5分2厘となっています。うーん、打った、下がっていく、下がっていく、レフトボール際、判定はファウル。2球目は何で来るか、ノーボール2ストライク、これは見送ってボール、真ん中打ちました、キャッチャーが落下点に入ります。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。つなげなかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから期待していいと思いますね。はい、その期待のかかる亀山、バッターボックスです。打った、さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、5対0、タイガースなおもチャンスです。打順は8番糸原。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。初球空振りです。ファウルになります。打ちました、弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています。さあバッターボックスには先発のグロフター入ります。
ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。落としていきましたがこれは外れます。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回2回の裏になります。タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。先ほどの打席で引っ張った。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番真由美。先ほどの打席で先制となるツーベース。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してナイスチール。成功です。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。3球目は何で来るか。打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから。初球打ち弾き返した打球はセンターへ。センタータッチアップ。進塁打になりましたね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待がかかるオマリーバッターボックスです。これは手が出ないか。ストライクを取ります。これが3球目。これはちょっと手が出ません。ワンボールツーストライクです。空振り三振。ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ。タイガースサードランナー残塁に終わっています。2回終わって5対1。赤星さん、現在リードこそしていますが、どちらに流れがいくか判断が難しいですよね。そうですね。ここまでの初球打ち、大きな打球になった。レフト下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対2になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。その際4点、大きくリードを取りました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。打順は6番木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。小園アウト。ワンアウトです。7番バッター亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打点を挙げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打った、伸びていく。どうだどうだ、ライトオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席はライトフライに走ってきた。キャッチャー二塁送球する。ナイス成功。さあチャンスになりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。インコースを厳しく攻めます。バッターボックスの糸原、今シーズンの得点圏打率は7割飛んで2厘となっています。いや、すごい勝負強さですよね。アウトコース打ちました。掴んで2アウトです。さあ打席には先発のプロプター入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ引っ張った。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。7対2タイガース、なおもチャンスです。打順はトップに帰って新庄。リードはしてますが、まだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。小園が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。
これから4回の裏タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。島内、さあマウンドを任されたのは島内。今シーズン12試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球は何で来るか。初球から思い切って振ってきました。松永落としてきましたがこれは外れます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。釣り球、しかし誘いには乗りません。真ん中打ちました。ファウルになります。内に持ってきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。8対2タイガースリードを6点に広げています。打順は4番オマリー。一塁牽制、ランナー挟まれた。二塁送球、タッチはアウト。これでワン。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ここも空振り。3球目見送っています。ボール。打った。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン100本目のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは5番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ヒットで打ちました。大きな打球になった。レフトバックする。バック入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスには6番木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。ナイスボール。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。ファウルです。2ストライクです。ファウルになります。ファウルになります。甘い球だったんですけどね。打ち損じですよね。そのようですね。打ちました。内野を抜けていきます。これで5連打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは7番亀山。今日はここまでマルチ安打を記録しています。初球打ち、ここはフライになっています。取ってツーアウトです。8番バッター糸原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースこの回7人目のバッターになります。ノーボールツーストライクです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打ちました。打ち上げた。ライン際へ打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。島内が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。今日の打線ですと赤星さん、こ
この後も追加点が期待できそうですね。そうですね、この流れだとまだまだ点が入りそうな気がしますね。はい、あと何点入っていくんでしょうか。これが2球目。打ちました。抜けていきます。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。まず何を投げてくるか。初球フルスイングですが空振りです。バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率、ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース12対2になりました。打席には2番バッター、真由美。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のカープの先発は打ち込まれて交代した九里。今日打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対2になりました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも。打順は3番松永。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、届いた、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、14対2になりました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。カープピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのはレグナルト。さあマウンドに上がったのはレグナルト、今シーズン14試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か。打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックス八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。いやー赤星さん、もう絶好調ですよね。いやー今日はバットがよく振れてますよね。ボールもよく見えてるんだと思いますね。はい、さあここも一発狙っているでしょうか。打ちました。浅いフライ、初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。5回終わって14対2、タイガースのリード広がっています。1回の裏、得点圏には先制のランナー2番真由美、左中間へのタイムリーヒット、タイガース先制します。続く攻撃、ノーアウト2塁の場面、3番松永、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ノーアウトで2塁にランナーを置いて迎えるは4番オマリー、その初球でした。タイガース2点を追加します。3回の裏、この回の先頭バッター八木、初球から狙っていました。タイガース1点を追加します。6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは亀山。
今日は盗塁を一つ成功させています。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは8番糸原。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。ファウルになります。低め見ました、ボールです。さあ4球目は何か、高めにバットが出ました。さあ追い込みました、打ちました、レグナルト一塁へ、アウト、ワンアウト。さあバッターボックスには先発のプロプター入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インロー、ボール先行です。インサイド落ちました、これはどうだ、センターに抜ける、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ランナー3塁1塁となりました。初球はストレート決まっています。外へ持っていきましたが入りません。危ない球です。内へ、これは決まった、ここは絶対抑えたい場面です。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。ここ一番の集中力が光ります。2番バッター真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕、打ちました、これは浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。打席には3番バッター松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね、はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ツーアウトになって打ち上げた、ここはフライになっています。変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。タイガース7回の裏、タイガースの攻撃です。そしてカープはいいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。初球打ち、浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番八木、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、これで8試合連続安打、ノーアウトランナー2塁1塁。6番バッター木戸、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたね、はい、バッターボックスには代打のバース。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。打ちました、スタンド一直線、文句な、入った、スリーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りましたタイガース。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス亀山、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。これは一塁側のスタンドに入ります。
ボールになります。打ちました。ヒットになった。おっと送球がそれた。これで4連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス糸原、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打のアリアス。まあここはしっかりつないでいきたいですね。いきなり牽制、二塁を送ります。タッチはアウト。これでワンアウト、初球は何から入ってくるか。ファウルです。低めで外れてボール。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5連打。ワンアウトランナー二塁となりました。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。タイガース大量リードとなっています。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどんいと打ちました。取った。一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。2番バッター真由美、今日はホームランを放っています。さっきは取られはしましたけど、あわやという動き。打った、高く上がった。この当たりはどうか。センター左へのヒット。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の長川。さあマウンドを任されたのは長川、今シーズン2試合目の登板です。初球から際どいコースをついてきます。内へ、これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。ファウルになります。打った。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは4番オマリー。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は、ここはランナー返せません。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。8回の裏タイガースの攻撃、バッターは守備交代から起用されている和田。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。
中への変化球外れました。ここはストライクはもちろん際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、そうですか。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。バッターは守備交代から起用されている石峰。前回のゲームではなんとホームラン4本を含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。フォアボールのランナーが出ています。空振りになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。真ん中打ちました。ファウルグラウンドへのフライです。わずかに左に切れました。ファウルボール、またファウル、またファウルです。変化球空振り、ワンアウトです。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じている。バッターは7番亀山。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー、打った。これは入るでしょうね。スタンド一直線、センター入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース、見事な一発が飛び出しました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。外、これは外れていきます。ボールになります。打ちました。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。現在のピッチャーの状態、まだ30球には達していませんが、どうでしょうか。次はピッチャーの打順ですが、先発のプロクター打席に入ります。ここは無理しなくていいですね。次の回のピッチング優先でいいですよね。そうですね。次が2球目。三遊間、阿部掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのタイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。